金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。おい、あんた、ダルイ隊長、そいつは暁のカグズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。その通りでは聞いていたのしかない。お前は今日ここで命を落とすことになる。今だよ、おっと、来ません。いくら傷をつけようが俺は倒れん。お前の強さは認めてやる。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。レイザーパーチ、随分と異様な風貌をしてやる。まあ、ヤヒロ、一気に距離を詰めて叩くしかないか。どれ、今だ、爆発。今だ、あんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵、そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。報告、金人兄弟の攻撃により勝者多数。このままでは。くそ、間に合ってくれ。第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。おいおい、そうすれば、ここを破壊すれば、どうぞ。これほど弱い雲隠れに見たくはない。よし、
代は進んでる。金と銀が光っているのに、もう前の時代なんすよ。そうよ、金閣。しっかりと。いざ燃えんなよ、クレイシェスタタッキュここまで抵抗するとは。今だ！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 やるぞ銀閣。もうよ金閣。今だ！銀閣！このまま勝負を決めるぞ。